こんにちは。あ、聞こえてます。はい。バッテリー100%定期。うつ病になりまして、ずっと家で引きこもってたんですけれども、いや、外に出るようになってから、こういうふうに活発になってきたというか、だからいろんなことに挑戦しようということで。趣味の動画を作ったり、YouTube とかそういうのも出してます。うつ病、まあ僕みたいな元気だったのがうつ病になるんだよということで、で、それを治すには人とのつながりが大事だよねということで、で、僕、チーム藤沢っていうのに所属して、いろんなボランティア活動を通じて、いろんな人とつながって、もうここまで元気になったと。人はね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、いいチャンスをいただいてありがとうございます。